まずですね、震災後、観光施設がほとんどなくなってしまったというのがありまして、じゃあどうするかということで、実は観光戦略会議というのが開かれまして、でその中で一つ、その漁業とですね、水産と観光を一緒にセットで考えていこうということで、実はその魚市場、気仙沼の魚市場、大きな魚市場を中心とした観光、漁業と連携した観光というのを推進しましょうということで、実は震災前はそういった取り組みがなかったんですね。今回の震災をきっかけに、その水産業と観光業、どちらも基幹産業ですから、それの2つをドッキングさせて観光振興しましょうというところが新たな取り組みとして出てきています。はい。魚市場にも施設が、海の市という施設があったんですけれども、あそこが震災で津波の被害で今営業はしてないんですけれども、あの施設を中心とした観光振興ですね、魚市場でお客様が来ていただいて、もちろん漁業の水揚げなんかを見ていただいて、それから観光、につなげていこうという取り組みで、実は我々の事務所もですね、魚市場の海の市の方に実は移転することになりまして、それも一つですね、魚市場を中心として我々も活動していくということで、今は駅前におるんですけれども、駅も もちろん大事なんですが、やはり水産と一緒にですね、観光をやっていきましょうということで、これからですね、いろいろと取り組みは出てくると思うんですけれども、具体的な内容というのはまだまだこれから、向こうに移った段階で進めていこうとこういうことで取り組みをしてますね。はい。気仙沼にはですね、震災で来る方たち多く、見る方ですねが多く来ますけれども、その他にもたくさん美味しい食べ物、これからの時期ですね、サンマ、または牡蠣、または通年ですけどフカヒレ、などあります。美味しいものがたくさんあります。この震災がありましたけれども、それをですねプラスにして、今度は新しく生まれ変わったですね、気仙沼に、ぜひお越しいただきたいと思います。その時はですね、我々、一生懸命、受け入れ、頑張っていきたいと思います。ぜひ気仙沼に、お越しをいただきたいと思います。よろしくお願いします。